ゲイリー・クリフォード・デニス・ブレインは、ニュージーランドの指揮者、パーマストン・ロースの生まれ、4歳からピアノ、10歳頃からトランペットとホルーン、13歳頃からティンパニを習う。またマナワツユース管弦楽団に創立メンバーとして参加したり、ニュージーランド国立ユース管弦楽団に加わったりして音楽経験を積んだ。18歳の時に、奨学金を得て、ベルリンに留学し、 ベルナー・テイリヒエンにティンパに、ボリス・ブラッヒャーに、音楽理論を学んだ。また、ブラッヒャーの計らいにより、ヨーゼフ・カイルベルト、オイゲン・ヨフフムや、ラファエル・クーベリック等から指揮法を教わり、ロリン・マゼールのレッスンも受けた。その後、BBC トレーニング還元楽団、ウェールズ・ナショナル還元楽団、アルスター還元楽団やコベント・ガーデン、王立歌劇場還元楽団等の打楽器奏者を経て、 1970年からニュージーランド放送協会交響楽団の主席ティンパニ奏者となった。また、1970年にはインディアナ大学で音楽学の学士号、1990年には同大学で心理学の修士号をそれぞれ取得している。1989年に飛行機内で頭上の荷物が落下して右手首を骨折したことで打楽器奏者として、 活動できなくなったため、1990年から指揮者として活動を始め、ヨーロッパ各地のオーケストラに客演を重ねた。パリにて死去。カーディ、トム、キウイ、ゲイリー・ブレーン、エスチェンジ・オブ・フォーチュン・メイド・ヒム、エイ・ワールド、クラス・コンダクター、スタッフ・ドット・ CO ・ドット・ NZ、オリジナルの2018年11月26日時点におけるアーカイブ、 https://archive.is/dkbtc2018 年11月26日閲覧。アンダーソン、マーチン、ゲイリー・ブレーン・リメンバード。トッカー,ータクラシックス、オリジナルの2018年11月26日時点におけるアーカイブ。 https://archive.is/dtid52018 <ッ>年11月26日閲覧。ゲイリーブレイン。2018年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年11月26日閲覧。ゲイリーブレインディスコングス。ありがとうございます。